さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返ります。今日は始球式、東京オリンピック柔道で金メダルを取ったウルフ・アロン選手が見事な投球を見せてくれました。マリンズの先発石川の立ち上がり、まずは1番の源田をシンカーでレフトへのファールフライに打ち取ります。レフトの荻野もよく取りました。2番の岸、速い球で空振り三振、そしてウーネンティンも速い球で詰まらせます。球に力は感じましたよね。まあ、ありましたよね。まあ、そこが本当にこう飛ばしていったなって感じありましたけどもね。はい、ライオンズ先発高橋コーナー、その立ち上がり2アウトから中村翔吾ヒットで出て戻ってきたマーティンの第1打席ワンボールから、打球は右中間フェンスダイレクト、先制のタイムリーツーベースになりました。もうファーストスイングで捉えましたね。甘いところはしっかりと仕留めてきますよね。このやっぱさすがですよね。そして2回のライオンズ、ワンアウト三塁二塁と大チャンスで山川、粘りに粘ったんですが、ここは石川の方が粘り勝ち。まあ、ここですよね。はい、まあ、これ3-2っていうカウントでね、結構粘られてっていうところでしたから。そうでしたね。まあ、よくゼロに抑えましたよね。振り返ってみればこの場面が大きかったですね。大きかったですね。そして2回の裏、マリンズ2アウト3塁で今日スタメンマスクに起用された田村、いやー食らいつきました。ナイスバッティングですね。はい、大きなタイムリーになりました。2対0。3回です。エチェバリア、このグラブさばき、いいプレーが出ます。4回、レアードの右中間への打球、ライト戸川のファインプレー、ライオンズにもいいプレーが出ます。石川5回に入っていきます。この回は先頭の戸川を詰まらせてセカンドゴロ、9番の岡田ショートフライの後源田も打ち取ります。三者凡退のイニングを作りました。そして6回まで投げた石川、結局打たれたヒットは1本だけ、与えたフォアボール3つでしたが点は許しませんでした。6回1安打0点という結果を見たら先発ピッチャーとしては大合格ですよね。いや、もう素晴らしいピッチングですよね。はい、よく粘りましたよ本当に。はい、2点リードのマリンズ、7回はマウンドに国吉、その国吉がこの先を空振りの三振に仕留めます。そして良かったですよね。そうですね、まっすぐのスピードもありましたし、コントロールも良かったですよね。はい、国吉がしっかりと3人で抑えました。7回の裏、マリンズは2アウトからチャンスを作って2アウト2塁1塁、1番の荻野、捉えた打球でしたがセンターライナー、ここは運がありませんでした。マリンズ8回2点リードのマウンドに荒川が上がります。制球に苦しんだ唐川ですが、先頭の戸川をレフトへフライに打ち取ります。ツーアウトから源田にフォアボールを出しますが、岸空振り三振で0点に抑えました。そして9回の表はもちろんクローザーの増田、先頭のウーネンティンをシンカーで空振り三振、中村剛也ショートゴロの後この先空振り三振で試合終了。2対0で千葉ロッテマリンズが勝利を収めました。という今日のゲーム展開でした。